まずグアムキャンプにいて、フィジカル面、そして、メンタル面でしょうね、高いハードのトレーニングが待っていると思いますので、その中で常夏の暑さの中で限界にチャレンジし、心技体ともに鍛えてこれればなと思います。そして、今シーズンに限っては新しい選手というのはそんな多く入ってないですけど、過去にいた選手がよりそういうムードをしっかり作り、その去年作られたいいものをその入ってきた選手にすぐ渡し、そして一体化となったようなチームをグアムキャンプでもう作りたいと思います。そして次のキャンプに生かしていけるように頑張ってきます。